と大事なのが BS 貸借対照表なんですよ。特に中小企業にとっては自己資本比率高めでね、出ていくものが少ないっていう状態がかなり強い状態になってくるので、これ多くしていきたいんですね。じゃあ間違った経営判断って何なのっていうと、その最たる例が節税ですね。どうも、一番最初です。今日はですね、会社にとって最も重要と言っても過言ではない自己資本、この金額即答できますかというテーマでね、お話ししていきたいなというふうに思います。もしですね、これ即答できない、自分の会社の自己資本いくらなのか、今ちょっと決算書見ないと分かんないや、決算書見ても分かんないやっていう方はですね、うまくいってないかもしれませんよ、会社経営ということで。これね、脅すわけではないんですけど、注意喚起としてね、ぜひね、見ていただければなというふうに思います。本題に入る前に1点だけ告知をさせてください。弊社ではですね、まだまだ一緒に働いていただける仲間を募集しております。公認会計税理士資格持ってる方大歓迎です。中小企業の経営者のね、本質的な支援をして会社に良くなっていただきながらね、経営者に感謝されながらスキル知識を身につけたい、そんな方を募集しております。興味ある方はですね、ホームページの方から応募いただけるのをお待ちしております。はい、ということでですね、そもそも自己資本って何なのっていう方もいるかなというふうに思いますので、まあこれ知ってる人にとってはね、おさらいになっちゃうんですけど、自己資本というものについてまずは説明していきたいなというふうに思います。この自己資本の額って何見ればわかるかっていうと、決算書であったり資産表、毎月出てくる資産表ってありますよね。これを見るとわかるんですけど、この決算書、これって会社がね、これまで事業を行ってきた結果を全て数字で表しているわけですねっていうものなので、めちゃくちゃ大事な書類なんですよ。なんですけど、これ決算書ちゃんと目を通されてますか？決算書ってなんか、決算書出してください、見せてくださいって社長に言うと、税金の申告書をね、渡してくるケースがあるんですけど、あれは決算書じゃないですからね。これですね、皆さん税理士さんに決算書作ってもらってると思うんですけど、なんかファイリングしてね、多分製本されて渡されると思うんですけど、これ一番上に何が来てるかっていうのを見ていただくとですね、その税理士さんが何を重視して会社に携わってるのかっていうのがよくわかると思います。例えば一番上にですね、税金の申告書が来てます。法人税の申告書別途1とかっていうものが一番上に来てますと。こういう税理士さん、これは税金の申告ですね、対税務署を一番重要だと考えていますと。普通そうじゃないのと思う方もいるかもしれないですけど、弊社はそうではないです。申告書を後ろの方につけてます。一番上に来てるのは会社の決算書、いわゆる決算書というものですね。貸借対照表とか、その辺計算書とかって聞いたことありますよね。これが一番上に来るんですよね。決算報告書が一番上に来るんです。申告書は税金を計算してるだけなので、一番重要とは、まあもちろん重要な書類ですけど、一番重要ではないということなんですね。まあ、会社がどういう状態なのか、いくら稼いだのか、まあそういったところの方が重要なわけですよね。なので弊社では当然決算報告書、これを一番上に持ってきてます。はい、なのでね、皆さんのね、計算書どういう順番で綴られてるかっていうのを見ていただくと、そういったこともわかるのかなというふうに思います。はい、で、計算書を見ていただいてね、自己資本の金額見ていただきたいんですけど、ちょっと決算書ちゃんと見てないや、目を通してないや、税金の金額ぐらいしか把握してないや、見方もよくわかんないし、まあこういう方も実は結構いるんじゃないかなと思うんですね。もう数字に関してはもう税理士であったり経理担当に任せてると、自分は現場で汗を流して仕事をするのが好きなんですと、まあこういう経営者の方も実際には多いのかなというふうに思います。で、私がやってるね、 TikTok なんかでもですね、結構決算書の見方教えてくださいみたいな質問が来るんですね。なのでちょっとね、今日は改めて、簡単に決算書の基礎的な読み方っていうところからちょっとね、お話ししていこうかなというふうに思います。中小企業が必ず作成する決算書、この中で特に重要なのが、さっきも言った BS と PL、 貸借対照表 BS と損益計算書 PL、 この2種類ありますよね。これ作ってない会社さすがにないですよね。これは絶対ありますと。で、最低限この2つのね、見方は覚えておいていただきたいんですね。ちなみに皆さん、この BS と PL どちらが重要な決算書だと思いますか？貸借対照表と損益計算書、もちろんこれどっちも重要なわけなんですけど、多分ですね、 PL でしょ、損益計算書でしょっていうふうに思っている方の方が多いんじゃないかなと思います。 PL、 損益計算書っていうのはですね、ちょっと簡単に書いて説明しますけど、はい、ということで PL なんですけど、こんな感じになってまして、まあ上から下に進んでいくんですけど、一番上に売上が来て、その下売上原価ですね、まあ売上にかかった、直接的にかかった仕入れであったり原価がここに来ますと。で、売上から原価がマイナスしたものが売上総利益で、そこから販売費及び一般管理、まあ固定費ですね、主に水道光熱費であったり人件費であったりね、いろんな経費毎月かかると思うんですけど、そういったものが販管費に入ってきますと。それをマイナスしたものが営業利益ですね、本業の利益ですと。で、そこから本業以外の、損益を足し引きして経常利益、まあ経常的に発生する利益ですね。はい、で、ここから臨時的に発生する特別損益、これをプラスマイナスして、税引き前の利益、税引き前当期純利益とものが出てきて、そこから法人税とを支払って最終出てくるのが一番下、当期純利益ですね。まあ、ちょっとね、字ちっちゃくて読みづらいかもしれないので、ちょっと見えないという方はですね、心の目で見ていただければなというふうに思うんですけども、はい、まあ、こんなね、5つの区分で構成されていますよということなんですね。はい、やっぱり経営者さんであれば、会社のね、売上いくらなのかなとか、利益いくらなのかなっていうのは気になると思いますので、やっぱりね、数字よく見てないという方でも、まあ、やっぱこっち、まあ、売上の金額いくらなのかなとか、利益出てんのか、まあ、税金いくらなのかなと、まあ、それぐらいはね、見てるんじゃないかなと思うん
んですね。でこっちの方が気になりますよね、やっぱり。ということで、まあ当然ね、会社利益が出なければ存続できないわけなので、この業績ですよね、1年間の業績表してるんですけど、業績も重要なのでね、もちろんこれも大事ではあるんですけど、もっと大事なのが BS 貸借対照表なんですよ。こっちに関してはですね、まあ、そもそもよく意味わからんし、あんまり気にしてないという方も多いんじゃないかなと思うんですね。ですがこれめちゃくちゃ重要なんですよ。この BS 貸借対照表っていうのは、実はですね、会社を設立してからこれまでの全て、これが表されている決算書なんですね。この PL っていうものはですね、 BS を作るために存在していると言っても過言ではないということなんですよ。イメージこんな感じですね。 BS、まあ、1月1日現在、例えば12月決算の会社ね、1月1日現在の会社のね、財政状態、まあ資産いくら持ってて負債がいくらあってっていうね、財政状態、会社の状態を表しているのが BS です。で12月31日決算日ですね、期末の BS っていうのを、まあ、毎年作りますよね。でこの間をつないでいる1年間の業績を表しているのが PL なんですね。この1年間のね、取引、いろんな取引があって、それを足し引きした結果どうなったんですかっていう結果がこの BS に表されるわけですね、はい。まあ、これが設立からずっとね、こんな流れで毎年毎年続いていくので、今までの結果の全てが BS には詰め込まれているということになるわけです。じゃあこの BS ね、どうやって見ていくのかっていうことなんですけど、はい、すごい単純化するとですね、この BS、まあ、こんなイメージで3つのボックスに分かれてるんですね。左側と右2つ、はい、で ALE とかって書いてますけど、これ A っていうのはアセット、まあ、資産ですね。資産を英語で言うとアセットなので A、 資産の部、左側は資産の部で、 L っていうのはライアビリティ、これ負債ですね、負債の部で、 E、 エクイティですね、まあ、株主資本のことをエクイティって言うんですけど、まあ、正確に言うとね、純資産の部っていうのがありますと。負債の部、純資産の部ですね。資産の部、負債の部、純資産の部。じゃあなんでわざわざ英語にするなよっていうのは、資産とか負債とか純資産で書くのがめんどくさいから、ただ ALE って書いてるだけですね。で、まあ、この純資産の部に関しては、純資産っていうのは英語で言うとね、ネットアセットって言ったりするので N って書いたり、資本を表すキャピタル、まあ、C って書いたりね、まあ、いろんな書き方あるかなと思うんですけど、まあ、なんとなく E がしっくりくるんじゃないかなということで E ってしてます。これ株主資本っていう意味ですね。っていう3つに分かれているんですけど、まあ、ここにね、それぞれ数字が入ってるわけです。右と左に数字が入ってて、全部足し算していくと、まあ、合計値が一致するようにできているわけですね。で、この右と左、ね、それぞれ資産の部とか、負債の部、純資産の部とかって言ってますけど、これそれぞれどういう意味があるかっていうと、貸借対照表、BS の右側は何を表しているかっていうと、会社が持っている資産の調達方法、調達源泉を表しているんですね。資産、資金の調達源泉。で、左側、資産の部っていうのは何を表しているかっていうと、運用方法ですね。まあ、使途とかっていう言い方もするかなと思います。はい。資金使途ですね。はい。お金をどういうふうに使っているのか、集めてきたお金をどうやって使っているのか、これを表しているのが左側ですね。まあ、会社のね、経営っていうのは何をしているかっていうと、お金を集めてきて、それを何かしらの形に置き換えたり、運用して利益を出していくっていう、こういう行為をしているわけですよね。はい。まあ、それを表しているっていうことです。どんなもので運用しているのか。例えば、運送業だったら車をたくさん買ってきてね、ここにたくさん車両というものが計上されてます。その車両がぐるぐる回って走ってお金を生み出してくるとかね。製造業だったら機械装置とか工場を建てたりして、そういったものが資産に入ってくるわけですよね。そういったもので運用して物を作って売って利益を出している。まあそういったことが BS 貸借対照表を見ればわかるということですね。で、今日の本題、自己資本ってじゃあどれなんですかっていうとですね、自己資本はここですね、純資産。正確に言うと純資産というふうに言いますと、これが本当の意味での会社の資産になるわけですね。この負債っていうものはね、お金を調達として、まあ借金とかですね、外部から調達してきました。これはいずれ返さなきゃいけない、出ていくお金なんですね。で、この純資産、これが本当の意味での会社に残ったお金、まあ資産と負債の差額で純資産って言ってるわけなんで、資産が例えば1億あって負債が5000万だったら純資産5000万になりますね。これが本当の意味での会社に残るお金、借金返し終わったら会社に残るお金、まあそういう意味で純資産ということなんですね。なので会社総資産1億円持ってますって言っても、実は本当の意味で会社に残るお金ってここの部分だけなんですよね。あとは残りは他人のお金だということです。で、債務超過っていう言葉聞いたことありますかね。債務超過状態、これどういう状態になっているかっていうと、これ資産よりも負債が多いっていう状態が債務超過なんですよ。だからこれが逆転しちゃってるんですね。債務超過状態の会社の BS をボックスにするとこんな感じですね。はい、純資産が逆にしてます、ここですね、はい、マイナスの純資産になっちゃってる。資産を全部ね、売っ払っても借金返しきれません。こういう状態が債務超過ですね。で、このね、今帝国データバンクのデータによるとですね、日本の会社約 37% が債務超過状態、要は負債の方が多いっていう状態になっちゃってるらしいんですね。これやばくないですかね。これ債務超過状態になってるってことはですよ、過去累計すると会社に1円も利益を残せていない、そういう会社が約4割も存在しているってことなんですね。これってね、この債務超過状態って会社にとっていい状態ですか、悪い状態ですかっていうと、皆さんどっちだと思いますか。この状態、負債のが多いです、資産少ないです、この状態って会社にとっていい状態だと思いますか。まあ聞くまでもないですよね。じゃあ逆にですよ、こういう状態、まあ資産は純
潤沢にあって自己資本、負債が少なくて自己資本が多いですと、この割合が高いというこういう会社、これはいい会社ですよね。まあこの自己資本、資産、会社のね総資産に占める自己資本の割合を自己資本比率とかって言うんですけど、自己資本比率が高ければ高いほど、要は借金出ていくお金がほとんどないので倒産しづらいっていうのはイメージできますよね。より強い会社ということです。はい、なのでこの純資産の額、まあ私も決算書をね仕事からいろんな方に見せてもらうんですけれども、やっぱり一番最初に自己資本、純資産の額見るわけですよ。はい、まあこの会社がね強い会社なのか弱い会社なのか、今後も生き残り続けられるのかっていうのを見る上でも、この純資産、自己資本比率ってめちゃくちゃ重要なので、そこら辺はねなんとなくこれでこの話で理解できてきましたかね。最低限これぐらいのことはね把握しておかなければですね、間違った経営判断しちゃうので本当注意していただきたいですね。自己資本これ多い方が絶対いいんですよ。特に中小企業にとっては自己資本比率高めでね出ていくものが少ないっていう状態はかなり強い状態になってくるので、これ多くしていきたいんですね。じゃあ間違った経営判断って何なのっていうと、その最たる例が節税ですね。はい、皆さん今までの話でここね、純資産ここの金額が多い方がいいよねっていうのは分かっていただけましたよね。じゃあこれどうやれば増やせるんですかっていう話なんですけど、これですね答えは2つしかなくて、増資する、つまり資本金をね社長が出資して資本金を増やしていく、もしくは、利益を出すしかない。利益って何かっていうと、この税金を払った後で一番最後のこの当期純利益ってありますね、これがここに入ってくるわけです。はい、なのでこの税金を払った後の利益である当期純利益、これを増やしていく必要がありますよということですね。なので例えばね顧問税理士さんの言いなりになって、毎年毎年社長節税しましょう、利益出ちゃって税金たくさん出ちゃいますよ、このままいったらなんか節税しましょう、お金使いましょうって言って、それに乗ってやべえね、お金使わなきゃ税金払うことになっちゃう、どうにかしてお金使おうって言って毎年毎年節税していったらですね、まあ、税金は減りますけど残るね当期純利益、これも減っちゃうわけですね当然。まあすごい単純化するとイメージ的にはこの税引き前の利益の3割が法人税等で取られて、7割当期純利益として会社にまあここに積み上がっていくことになるので、まあ税金減らそうと思ったら同じくね 70% 部分の当期純利益っていうのも減っちゃうわけですね。まあ両方減っちゃいます。税金だけ減らすっていうことはできないので、税金の額って少なきゃ少ないほどいいんじゃないかっていうふうに多分思うと思うんですけど、そうすると当期純利益ね自己資本に積み上がっていく金額っていうのも一緒に減っちゃうということなんですね。なので税金は払わない方が得ですと、ね、思ってる方多いかもしれないですけど、要は払わない方が得ってことは払ったら損だというふうに思ってると思うんですけど、この考え方が一番損してるんですよと、いうことに気づく必要があるわけです。税金を払いまくれば絶対に金持ちになるんですよ、会社っていうのは。残るお金めちゃくちゃ増えるので、ここ気づかないといけない。これ決算書読めないと分かんないんですよね。税金出ていくお金なんで少ない方がいいよねって思っちゃいますよね。でこれちゃんと数字を読めるようになってくると、ここら辺が分かってね、正しい経営判断っていうのができるようになってくるんじゃないかなと思います。でそうすると会社もねいい方向に成長していくことができる。ぜひねこのチャンネル見ていただいている皆さんにはそっち側に行ってほしいんですよ。まあこのチャンネルね見ていただいている、普段からね見ていただいている方ってあんまり変な人というかね、リテラシーが低い方って見てないので、ぶっちゃけた話をするとですね、税金きついとかですね、税金の支払いがきつくてもうやってられんとかね、まあなんか政治家の文句言ってたりとか、デモをやったりしてる人いますよね。こういう人って本気でこれをやってる人ってほとんど税金払ってない人が多いんですよ。税金払ってない人に限って税金の支払いがきついからお金がないとかっていうわけなんですね。って聞くとなんとなくイメージできないですかね。なんかそんなイメージありますよね。これ法人も同じなんですよ。節税節税、税金お金のね資金繰りきついから税金払えないって言ってる会社って税金対して払ってないんですよ。めちゃくちゃ納税してる会社ってお金余裕あるのでそういう発想にならないんです。そもそも税金払わなきゃお金残らないって知ってるのでそういう発想にならないんですね。税金がきつくてお金ないとかって言わないんですよ、そういう社長さん。なのでね皆さんにはぜひねお金を残す社長さん、たくさん納税する社長さんになっていただいて、キャッシュリッチなね会社にしていっていただきたいんですけど、この決算書の話、さっきね 37% は表面上債務超過になってますよっていう話したと思うんですけど、実はですねこのさっきの決算書のこの読み方っていうのは表面上の話でありまして、実態はもっとえぐい話になってるんですね。例えば粉飾してたりとか、要は粉飾利益を水増ししてね銀行から融資受けるために会社ちゃんと儲かってるんですっていう風に見せたりね、そういうことをしている会社もありますし、たとえ粉飾してなかったとしても結構歴史がある会社だとですね、この資産の部っていうところに滞留債権、滞留在庫、要はもう何十年も前の在庫、売れない、もう二度と売れないような在庫が大量に計上されてます。でこれ帳簿上は特にね評価損とか計上しなければ当時の金額で全く価値ないのにそのまま残ってる、なんか1000万っていう在庫あるけど、これ実はもう捨てる以外に方法が何もない、捨てるのにもお金かかりますっていうマイナスの財産があったりするんですね。で滞留債権、これもそうですね、もう何十年も前の売掛金がそのまま残ってますと、もう回収見込みないです、そもそもその会社はどこにあるのかも分かりませんみたいな、そんなのがずっと残ってたりしますと、そうするとそういう滞留債権、滞留在庫とかって実質的には無価値ですよね。そうするとそういったものはマイナスしていかないと本当のねこの総資産のね金額分かんないですね。そういったものをマイナスしていって実態の価値にすると債務超過になっちゃってます
よという、そういう会社も実は多いんですね。あとは相場資産なんかもありますね。株とか土地とかって相場がありますね。何十年も前に買った、例えばバブル時代に買った株なんていうのは確実に価値下がってるわけです。会員権なんかも同じですね。はい、そういったものがずっとね、当時の価格、高い金額で残ってますという場合にはですね、実際の価値に直すと債務超過になってますよという、そういう会社たくさんあるんですよ。で、これ実態に直すとですね、約5割ぐらいの会社はもう債務超過状態に陥ってるっていうふうに言われてるんですね。なので、まあ、損益計算書を見てね、毎年毎年なんか売上の金額増えてますとかっていうことがあったとしてもですね、それが果たしていい会社なのかどうかっていうのは、まあ、BS 見ないと分かんないっていうことですね。右肩上がりで売上増えてるんですって言ったって、赤字で債務超過っていう状態ではとてもいい会社とは言えないわけですね。まあ、ベンチャー企業なんかだと、あえてね、赤字にしてるっていうね、とにかく売上増やすっていうことだけをやってるっていう、そういう会社もありますけれども、普通の中小企業、オーナー企業であれば、赤字で売上増えてたとしても、赤字で債務超過、そんな状態はですね、いい状態では絶対ないんですよ。なので、もしそういう状態になっているのであれば、やっぱりね、ちゃんと、これが悪い状態だということを知って、改善かけて良くしていくっていうことをやっていかないと、まあ、会社が生き残り続ける、存続し続けるっていうことはできないのではないかなと思います。はい、ということでね、今日はね、簡単な決算書の見方についてお話しさせていただきました。この自己承諾、本当に重要なので、ぜひね、皆さん決算書を見ていただければなというふうに思います。他にもね、知りたいことがあれば、コメント欄でね、質問いただければ回答していきたいなというふうに思いますので、何かね、気になっていることあれば、コメント欄に書いてみてください。はい。で、もう本当に会社どうすればいいかわかんない、切羽詰まってるって方はね、もう直接ご相談いただければと思います。まあ、ホームページから問い合わせいただいてもいいですし、各種 SNS のね、DM いただいてもいいので、そういった方はですね、ご相談いただければなというふうに思います。はい、ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また、動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では、次回の動画お楽しみに。